皆さんどうも。ひきにくめ。ワンタン鉄道です。今回は先日発表された JR グループのダイヤ改正について解説していきたいと思います。まあでも全部解説すると編集画面だべて解説すると尺が長くなるんで特急だけに絞って解説していきます。それでは本編へ。まず今回のダイヤ改正でいじられる特急は JR 西日本から順に特急スーパーハクト、特急ハクモ、ヤクモ、特急サンダーバード、特急シラサギとなってます。あと以外の知れないザクザクヤマトシリーズもあるけどそれは後に回します。さらに JR 東海では主にしかキラーことスーパー赤字特急南紀、 JR 東日本では特急さザナミヤ特急潮騒に変更が加わるみたいです。では適当に特急スーパーハクトから解説していきます。特急スーパーハクトの変更点としてはまず列車の増便がされるみたいです。往来では平日6往復と休日7往復設定されてた特急ハクトですが、臨時列車のスーパーハクト9号と6号を毎日運行とした上でさらに1往復増便させるそうです。要は2往復増便されるってことです。でもそれと同時に2往復を除いて始発駅が京都駅から大阪駅になるみたいです。地図の天然ジェットコースターとして悪名高いのでぜひ一度挑戦してみてはどうでしょうか。急にぶっ殺されるぞ。次に特急ハクモについてです。日本三大アトラクションとして有名な381系特急ハクモですが、新型車両の273系の投入により国鉄時代から労働してきた381系の置き換えを行うそうです。それに従い、ご覧のようのように約半分の列車が273系での運転になります。なお、381系については6月までに行き地獄から解放するみたいです。隅っこにちょっとよくわからないことが書いてあるけど、まだまだ働くのだ。ちなみに、スーパーヤクモ職の編成は4月5日で引退となるらしいので、記録はお早めに。次に、特急サンダーバードとシラサギについてです。以前詳しく解説した動画を出してるので、詳細はこちらをご覧ください。この2つの特急の変更点としては、北陸新幹線一部爆弾に従って運行区間が敦賀駅までになることです。なお、サンダーバードとシラサギの全列車が北陸新幹線の剣と接続します。運行形態としては、特急サンダーバードが25往復、特急シラサギは名古屋から敦賀駅間が8往復、前原から敦賀駅間が7往復となります。ちなみに早朝と深夜に運転してた白鷺2往復は新幹線と接続できないので仏壇駅となるようです。あと特急ダイナスターおはようエクスプレスとおやすみエクスプレスについては廃止になるみたいです。では次に特急呪物の個性が強そうな特急ラクラクヤマトについて紹介していきます。この特急はどうやら奈良から新大阪間に新しく設定される列車みたいです。新設するわけとしては多分毎日車畜電車に乗って死にかけるのは嫌なのだ。そうだ、お偉いさんにお願いして特急を作ってもらうのだ的な感じの要望が多かったとかで、ラッシュ時のみに設定することにしたんだと思います。まあ知らんけど。そんなことで特急ラクラクヤマトはご覧のようのようにラッシュ時のみ運転されるようです。また写真を見た感じ287系3両編成が使用されそうです。そういえば言い忘れてましたが、これまで解説した特急は改正以降自由席が全て廃止されるそうです。とりあえず JR 西日本はこれで全部なので、ここからは JR 東海に移ります。JR 東海では、絶賛赤字垂れ流しフェア中。あんま儲かっていない特急南紀の合理化をするらしく、なんと、迷いやかしたん鉄道。新宮駅からスキー勝浦駅間をワンマン化するらしいです。ちなみにこの2駅は両方とも有人駅なので、車内検察が不要になっています。ワンマン特急は JR 九州の車体色も採算も赤色の特急阿蘇などがありますが、全国的に珍しいので特急南紀一部ワンマン化は注目されそうです。では最後に JR 東日本のダイヤ改正について解説します。 JR 東日本では主に千葉支社に変更があるようです。内容としては東京から銚子を結ぶ特急潮騒にみんなおなじみぼったくり特急の雪地エクスプレ成田エクスプレスで使用されてる E259 系をぶち込むそうです。あと特急若潮、さざ波もいい257系5両編成での運転に統一するらしいです。まあ要は減車するってことです。それに従ってこれらで酷使されてきた255系はほとんどが駆逐されるようですね。ただ、地区波取りは一部編成を何らかの方法で労働継続させるそうですけど。その他では東北新幹線と山形新幹線に世界最速のナスオと E8 系をぶち込むそうです。これにより新幹線翼の一部が最高速度300キロにスピードアップされるみたいです。ちなみに長年爆走してきた E3 系はこの E8 系によりぶっ殺されるみたいなので記録はお早めに。とりあえず全部紹介しきったのでここら辺で動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。